聞いいたかもしれないけどリハの前の時間リハより前にみんなで梅田に行って <laughs> 探し回ってちょうど6色自分たちの色の,あのチョーカーと髪飾りがあったんでこれにしようって言ってみんなで買いに行きました。 それももはや思い出ですね思い出の一つなんかほんまに何やろう今回ねプロデュースさせていただいてでリハーサル期間がめっちゃ短くて5日間しかなかったんですよリハーサルできたのが5日間しかなくてで6人全員集まれたのは3日しかなかったんですよそのうちの五のうちの5日間のうちの 3日間しか全員集まれる日がなくて大丈夫かなってちょっと心配なところもあったんですけど全く心配いらなかった <laughs> 今日のリハでそれは思いましたね瀬戸里が本当に素晴らしかったですえー嬉しいありがとうございます嬉しい一生の思い出だね坂さんいやほんまに今日の この公演はほんまに忘れられないはるかにとって思い出の公演というか大切な公演になりましたまたプロデュース公演想像以上に良かったですえジ、ー、G ボーイさん嬉しいありがとう想像の上をいけて嬉しい早くイジにならんかなかなたいやほんまにそれなはるかも見たいでするかも エンドロールかっこよかったバタヤさんああしいめっちゃ見えてたありがとうエンドロールねそうユニットの組み合わせ最高でしたロッキー<ん>ロッキータんンさんああありがとう嬉しいオレンジ多かったケンティさんオレンジ多かったです聖探偵おソロできたね <laughs> 嬉しかったセかった聖探てよかったら来てきてくださいって 書かせててもらってまあ書かなくてもね皆さん着てきてくれるんですけどアンコールでお揃いできましたね「セータンティーのアレンジ可愛すぎたはるかちゃんいやー嬉しいそれはもうママが喜びます <laughs> ママが前にねお話会用にやってくれたアレンジをもうそのまま来ました 劇場で見れて嬉しすぎたよ、瀬取り最高やった、まゆかちゃん、ああ、嬉しかったよ、はうちわも見えてた。ありがとう。六期生おしは不意を突かれた、ああ。やると思わんかった。いると思わなかったですか。途中経過からの夢逃げで。涙腺崩壊した。シムさん、ええー、ほんまに、それを。 なんか自分たちでリハーサルやってても泣きそうになりました本当にいい歌まだ生誕って生きてますよイチッチさんいやーもう意識高いさすがあちなみにはるかは今エンドロールの衣装を着てますよこんな感じでしたエンドロールの衣装衣装っていうかまあ私服としてみんなで ユニットはねちょっと衣装が借りれないということで <laughs> みんなでそれぞれにそう用意しましただからまあ私服としていつか現れるかもしれないこれが <laughs> ユニットの組み合わせめっちゃよかったって書いてくださってソルトさんありがとう嬉しい,いでもユニットの組み合わせはめっちゃ悩みましたね めっちゃ悩んだ一回だけの声はもったいないひでさんえー、そんなそこまで言ってくださって夢逃げは号泣しながら心の中でミックスとコールしてた大ちゃんえー、ありがとう画面前からでも皆さん見守っててくださってありがとうございますキャスケット可愛かったやぶちゃんあう嬉しいキャスケットね珍しいよなはるかも帽子かぶらんから これはでも昔にファンの方にいただいた帽子ですそれを活用させていただきました似合,似合ってましたかいっぱい写真撮ったからまた載せますねなんかいっぱい写真撮ったんですよ本当に今日めちゃめちゃ載せたい <laughs> こんばんは オレンジは目立つんんだよねかっちゃん <laughs> それなめっちゃ見えてたね最善で見てくれてて春ちゃん MC からの途中経過は何か泣けてきましたノアジーさんええー、本当嬉しいですねそんなん言ってもらえてなんかでもそのそれこそ途中経過の曲振り までの MC というかまあコメンコ言葉はいつやったかな一昨日のリハーの時になんか感じた言葉で言葉って感じたことでなんかおとといのリハーサルの時にあの途中経過をねみんなで踊ってた歌って踊ってた時にあのー。 ラスサビ前にさ1列になってさ落ちサビからさ1列になってさ「まだまだ先は長いやり直せるさ走り続けろ」でさ一本指こう上げてってさこうみんなで1列になるとかあるじゃないですか。あそこをおととい6期生でやった時にわなんか今すごいみんなでなんか同じ方向を向けてる気がすると思って <laughs> なんか言ったら途中経過って。 あのー、あれじゃないですか各グループで今やってるじゃないですかみるさんプロデュースの大阪魂公演で。でなんかみんなそれぞれに、まあ、同じグループもねいるけどそれぞれになんか他のグループで頑張ってやってる曲を、まあ、カレンタンだけねちょっとごめんなって感じやってんけど、まあ、やってる曲をこうして6期生としてみんな集まってやれるっていうのがなんかすごい。 感慨深いなと思ってその時に何か思いついた言葉でした一昨日ふと浮かんできた何かその感情になりましたリハ中にひらめいた嬉しいね大阪魂とは違った捉え方ができたのねいやしんちそうほんまに。 なんか大阪魂で歌う「全ては途中経過で」ってやっぱみるさんじゃないですかなんかこうみるさんが残してくださったものじゃないけどみるさんがいなくなった今でも自分たちは NMB で頑張ろうじゃないけどなんかそういうねなんかみるさんからのメッセージみたいな感じで歌わせてもらってるけど今回の,その石の上にも3年公演ではまた。 違う感覚だったというかそうそういい公演すぎ足りなかったん悔しいほうちゃんああそう言ってもらえると嬉しいまた機会があれば <laughs> ぜひ来てくださいわっタワー来てるタワー誰だ誰ですかねこれは

あ、中村さん、ありがとうございます。ありがとうです。中村さん。ありがとう。さっきもめっちゃ見えてたよ。嬉しかったです。見守ってくださってて。ありがとう。す <laughs> べての曲にメッセージを感じました。ホリーさん。本当本当ですかなんか。 この間の間さ公演の時になんかあ公演の時じゃないや配信の時にそのどういう感じっていう質問に対してなんか歌詞を重要視してるって言ったけどはるかの歌詞の捉え方って独特な時もあるから <laughs> なんか違うかなとか思ったりもしたんですけど。 ユニット曲もぴったりでした。ああ、りがとう。琴様のナレーション、はるちゃんが頼んだのジュニアさん。もちろん、はるかが、なんか、あのー、某有名な <laughs>、あのーな、なんて言ったらいいや、ドキュメント番組っていうのかなあれは。密着番組になるのかな某有名な、あのー、あるじゃないですか。<laughs> 伝わるかな 大陸のやつ <laughs> これでこれでいけるかな大陸のねあるじゃないですかあそうマッさん気付いてくださってるそう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 みんなペペさんとかもそうですそうですゆきさんもそうですあみんなそう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  <laughs> そうそう大陸的な映像にしようってなったんですよ最初ねなんか映像も 他の考えててそれこそ一番最初に6期生として加入しましたよみたいなののあれはボムさんかな雑誌のボムさんで、あのー、撮影していただいたあれなんだっけ万博公演っていうのかな万博公演に6期生6人で久しぶりに行って。 なんか懐かしいねみたいな感じの映像にしようかなとかいうのも考えてたんですよ映像を流すってなった時に懐かしいよね若ボンさんあったなほんまになーちゃんさんそうそうそうそれでなんかこうみんなでなんか昔そのボムさんで撮ったところ写真を撮,ら撮っていただいたところで今の自分たちで撮ってみ たりととかかかしてみようかなーとか思ったんやけどちょっとなかなか時間がねみんな合わなくてちょっとみんなでロケに行くのはちょっと難しいなって思ったところ思いついたのがその大陸風になんか一人一人にインタビューをしてるみたいなのがなんかいいなと思って。 メイク中とかにインタビューしてるのぽかったマジカコアラさんやろうそうだからちゃんとみんなやっぱりシンシンはこの間の夕方 NMB さんの本番前に撮らせてもらってはるかがちょっと今から行くから <laughs> 撮らせてもらっていいってちょっとお願いしてだからシンシンは夕方 NMB の台本見ながら <laughs> 動画撮ってるし。 結菜、まあ、はこの間のリハ前にはるかがあの何だっけ差し入れとして持っていかせてもらったドーナツを食べてるところとか <laughs> まあレナタンはちょっとなんか可いい感じにしたかったからソミック暮らししてる感じ <laughs> にしたりとか、まあ、カレンはそれこそ,そのレッスン場に結構ねいつもいるからレッスン場で撮りたいなっていうのはあって。 まあレッスン上では鏡と向き合ってるっていうから鏡と向き合ってもらったりとかそうそうそう結構ねいろいろ考えてやりました質問の内容とかもはるちゃんのアイディアひろきさんあ全部はるかが考えてやりました聞きましたみんなにそう「レナとのら座り方笑った」でしょ可愛かったやろそうだから めちゃめちゃ映像も考えて撮らせてもらったかなでまあねその「大陸」なんてってさあのー、男性の方のナレーションがあるじゃないですかでそれを考えた時にいや男性の方って、まあ、近重マネージャーさん <laughs> しかいないじゃないですかどうなんやろうと思った時にあっ琴ちゃんの 一人で喋るもん好きんはるかと思ってそう琴ちゃんしかこれはいないなと思って琴ちゃんに LINE で「琴ちゃん今度冠ライブで映像を流すんやけどそれのナレーションとかお願い できひんかなって LINE 送ったら「何その役割もちろん」っていう優しい LINE が返ってきてもうほんまに琴ちゃんにも「感謝の気持ちでいっぱいですありがたい」って琴ちゃんに「琴ちゃんは公演前超絶かわいいの公演前にごめんちょっと撮らせて」って言って撮らせてもらってそうもう素敵な動画になりました。 映像も見るの楽しみやああもう楽しみにしててちょっとネタバレしちゃってごめんな自分の質問も考えたのクラリオンもちろん自分のは <laughs> ルちゃんパワーのことと、まあ、アンジービーのこともなんかはルカちょっとあんまおもろくないなと思って <laughs> アンジービー急遽入れた <laughs> デグマッチのくだりよかったおイエーイあれもうあれ本当はね 完全版というか最後まで映像あるんですよ。6期が結菜がデグマッチュして6期生その場におるのに誰も笑わないっていう動画があるねんけどそれをわざともう途中でね切っちゃうっていうなんかそっちの方がおもろいなぁと思ってそうあ琴様の声でねなんかいい感じでしょそうなんか最初は真面目な感じにしようかなとか思ったんやけどいやなんか っっぽくないないて <laughs> ちょっとおちゃらけましたみんなでみんなでおちゃらけた映像になってますカットするのよかったってみんな書いてくれてる自分で自分自分で自分にインタビューしたんかいやあれ撮ってくれてるのはユイナです 結菜がめっちゃ笑いながらアンジービーのくだりを撮ってくれてたあ <laughs> とのメンバーはもうみんなはるかが撮らせてもらってしてますね結菜美味しすぎでしょいやほんまにまあリーダーなんでね6期生の今回こうやってねはるかがなんかこうまあ仕切らせてもらってというかさせてもらったけどいつもまとめてくれてるのは結菜なんで。 まあユイナが一番最後かなと何気にマリンちゃんのなんかあの絵でかまへんかまへんみたいなエセ <laughs> 関西弁のあの映像めっちゃ好きで家でめっちゃ何回も見た <laughs> あれあれだけめっちゃ何回も見た最高でしたみんなやっぱさすがやなって思っためっちゃおちゃらけたよ 名プロデューサーやのいや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 そんなそんな編集もはるちゃんがやったのそうですねまああの名前テロップみたいなのはスタッフさんに入れていただいたんですけど編集他の映像をどこまで使うとかそういうのは全部はるかがもうスマホで <laughs> やってそうからねそういうのをね夜な夜なしてたらね朝5時になってたりとか <laughs> あの。 モバメがね遅れへんかったりとかねしちゃったんですよだから申し訳なかったですアンコール明けの衣装がそれぞれの生誕ー,ーなのも良かったこれもねいやもう絶対生誕ー,ーやろっていうのがあってそうちゃんとね自分たちの色のね生誕ィーを着てもらいました スタッフさんの感想とかどうやったなみちゃん、えー、でもなんか良かかったんじゃないかない直接なんか「どうでしたか?」とは聞いてないけど「もし次あるんやったら昼夜やな」とは言われて <laughs> そのまたね6期生でカムリライブするってなったらね「昼夜公演やな」とは言われましたけど。 なんかマリンちゃんが「えそれだけ良かったってことですか?」って聞いたら「うーんまあそうなんちゃう」とは言っていただいたんですけどまあ嬉しいですね今日は反省会なかったのスノーマンさん冠ライブはないですね別に次につながるわけじゃないからなかったいつも冠ライブはないです <laughs> みんなぜひ昼夜でお願いしますフレンドちゃんねいつかまたなぜ原さんの生誕ティー去年のなのみんなねそれぞれの色なんですよだからシンシンとかも今年のじゃないです今年のじゃない生誕ティーのメンバーの方が多いかも、まあ、カレンタはずっとピンクやけど多分腹を見せたかったんじゃないですか <laughs> 目立つしな みんなセンターがあった気がもちろんなんか誰かだけが目立つとかじゃなくてみんなが目立てる輝ける公園にしたいなと思ってもう特にみんなが1人1回は必ずセンターを作るっていうのはもうはるかの中で最初から決めてました。冠ライブだけに 卒業発表がなくてよかった <laughs> なんかそれめっちゃ言われてるけどなんか冠ライブイブコール卒業発表でではないですよたまたまです多分今までまあ一応聞いときましたよはるかも始まる前にみんな大丈夫よなっては <laughs> るかそのまま締めくくるけど大丈夫よなとは言いましたけど、まあね、今回の今回の6期生の冠ライブはまあこれから頑張ろうっていう ライブのコンセプトだったんでまあないんじゃないですか各センターの選曲も全部はるちゃん決めた感じもう全部決めました瀬戸りは瀬戸りも衣装もポジションも全部プロデュースさせてもらいましただからほら全部 <laughs> めっちゃちょっと字汚いからあれなんですけど原本あるんですよ立ち位置表の <laughs> とはるかがこの1週間ぐらいかないやそんな経ってないな何日ぐらい書いてる2日3日とかかなって全部書きましたルーズリーフに <laughs> みんな学生みたーいとか言って <laughs> そう 原本ですこれがめっちゃいろいろ考えながらそうめっちゃ大変やったけどでも楽しかったエンドロールとかもエンドロールは2人だけやから2人なんですけど全部書いてそう字も切りいやいやもうみんなにねこれをコピーしてみんなに渡すからいやちょっとぐらいなんかこう綺麗に書かないとなと思って。 でもこれもやっぱいい経験にななりましたねなんか立ち位置表とか今まで書いたことないかったから書くえ立ち位置表ってどうやって書くのぐらいの感じやったけどなんか今回でどういう風に書いたらいいとか自分でも分かってきたからすごいいい経験やったなって思います はるちゃんの側転が見たかったごめんなはるちゃん側転できないんですよ <laughs> 書いたことないのにそこまでできるんやいやはるかも自分でびっくりした自分で書いてていやこれちょっと多分んはるか書いたことないから変な立ち位置で書いてるかもしれんと思ってリハいざみんなじゃあこの立ち位置で立ってって言って立,た立ってもらったら意外と全意外とっていうか全く修正なくいけてあ、できてるやん <laughs> 自分でびっくりしました自分にそうでしたねでも楽しかったなそんなんしてる時間もいやー本当にプロデュースするの好きやなとか感じたりした うーん、まあ、楽しかったけど、でも、やっぱ。この六人やからできたことかなっては思うかな。なんか。誰でも。プロデュースできるってわけじゃないかもしれない。なんか、この。同期で、この六人やったからこそ。はるか。なんか、なんやろな。個性が強い六人というか。だから、なんか、こう。 とと見えたというかか <laughs> って感じかなだから他のメンバーをやってくださいって言われるとちょっとまだわかんないかも。<laughs> センスあったわけだモフ兄さんそうなんかなどうなんやろう <laughs> そのはるちゃんが頑張って書いたの欲しいシュート嘘やんこんなのいいんですかある程度分かっとるもんねそうそうやねんそうなんですよね本当に一人でも増えたら全然違ってたと思うワッキーさんいや本当に違ったと思いますなんかさっきブログにも書いた言葉やねんけどさっきもブログ送ってきて 書いた言葉やねんけどなんかもちろんその14人から6人にもう減ってしまって少ないって思ったり寂しいって思ったりすることはあるけどでも今日の公演ができたのは今のこの6人やからこそやと思うしうんだから。とは思ったかな。 めっちゃ楽しかったリハ期間からずっと楽しかったみんなも言ってくれたけど今日最後も「ラブトリップからサスティナブルの流れは意外すぎました本当と、まあ、確かにその辺選びそうな感じじゃないよなはるかなんか振り,返振り返ってみますか ななんかどなんでそれを選んだかとかねせっかくなんでショールームで、まあ、またあのそれこそアーカイブ配信が始まったらまた解説しながらのショールーム配信とかしたいなって思ってるんですけどちょっと先にしちゃいますかあみんな聞きたいって書いてくれてるおあ <laughs> こちら側もインライとかしてくれてたんですけど、ああリハワインとかね。<laughs> ようやっとったな。<laughs> そうそうそう。まあ、実況もね、またしようと思ってるので、まあ、ちょっと先になんで選んだかとか、やってみようかなーって。ウィルビー意識したマユ、ま、さん。いや、全く自分の観点かな。 明治から実況いや今日はちょっとできひんかなまた多分ね12時までしかね配信できないんですよだからまた別日にしますね別日にじゃあまず1曲目1曲目「ラブトリップ」ですよ「ラブトリップ」これはね結構昔から好きな曲ではあったんですけど なんか歌詞がなんかこう、まあ、A メロ B メロが特にそう思った部分なんだけどなんかまあはるかがね今日は歌,わせて歌いだし歌わせてもらったんだけど「僕らの知ってる街はどこへ行ってしまったんだろう」とか「なんかいつしか大人になってしまった」とかなんかそういう歌詞が6期生に。 なんか値するななと思ってなんかまあ言ってしまったら3年前の今とかは14人で6期生いたじゃないですかでなんかこういつの間にかみんなこうね違う道を選んで見つけて卒業していつの間にかなんかこんな6人になってしまったんや。 っっていいうのがすごいあったからなんかその歌詞がすごい自分たち6人の感じかなってそう <laughs> かかったは <laughs> かか、ね、独特なんですよねやっぱ見方が歌詞のそうだから僕らの知ってる街っていうのは私たちの知っている6期生じゃないけどまあファンの方もそうかなって。 思いますねファンの方の知ってる6期生もどこに行ったんやろうってもしかしたら思われてる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうにも思ってあとは NMB48 全体のことでも言えるなと思ってやっぱりこうね、まあ、さやかさんとかももちろんそうやけどいろんなね偉大な先輩方が卒業されてもしかしたら。 ファンの皆さんとかが知ってる NMB はねどこなんやってなってるかもしれないなとか思ったりとかやっぱなんか変化がすごいねあるじゃないですか6期生だけもそうやし NMB 全体的にもそうだからなんかその A メロ B メロの歌詞を聞いた時にあなんか来たと思って <laughs> これそうだと思って。 春ちゃん個人ですら大きくあったもんね確かにそれもそうかも歌詞を聴いてって言ってたのはそこだったそうそういうことなんですよ <laughs> みんな <laughs> なるほどって書いてくれてそうで,で、まあ、それこそまあさっきはるちゃん自身も書いてくれてたけどなんかこう何て言うんやろ一人一人が言ったら変化したわけじゃないですか6期生6人。 だからなんかこう過去の自分に対しても言ってるような歌詞かなと思ってなんか「君に会えたら何を言えるのだろう」とか「なんか大人になった僕はようやく正直になれるのだろうか」とか何かそういうなんかそれこそね今やからこそみんないろんな意見出したりとかできるけど昔はやっぱりなんかこう意見出せなかったりとか。 してた部分がいいっっぱいあったからなんか大人になった自分は正直になるだろうかとかなんかそういうのがすごい自分たちやなとか思ったりなんか過去の自分に会ったらなんかこういろんなことをね言ってあげたい助言じゃないけどなんか言ってあげたいなってすごい思う瞬間とかも最近ではあったりするからこそなんかその歌詞を見た時に。 これが1曲目だなって思いました3 <laughs> 年前の自分に対してのそう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 なんですよそうだからそういう感じで遥は,は歌わせてもらってたしまあ今回入れさせてもらいましたあ <laughs> 歌詞見てくれてんの嬉しいそう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 なんですよね で、まあ、この「ラブトリップ」1曲目の、まあ、ポジション、まあ、序列序列って言い方はまあ,あれなんですけどポジションは今回はまあ3年経ったというかロキ生3年経ってまあ4年目を迎えたってことであのまあ今月3年前の。 9月3日に6期生バータリゴーでお披露目だったんですよだからそのなんかあれを出したくてその時の序列にしましたポジションかな1曲目はやっぱ一番最初のなんかこうあれにしようかなと思ってそう。 そうなんですよ。そう、なるほどね、そうなんです。<laughs> 待って、なんか止まったんやけど。<laughs> ごめんな。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと。止まっちゃった。ごめんね。申し訳ない、申し訳ない。ただいま。ちょっと。びっくりした。止まったよな。はるかの画面も止まってびっくりした。 ななんででやろう申し訳ないです昨日から何かおかしいんですよねごめんね、まあ、とにかくそう「ラブトリップは」は今回はその「お披露目序列」でさせてもらってそう、まあ、ちょっとおこがましいんですけどセンターで歌わせていただきました、まあ、6期生 お昼露目の時は。三番手だったんですよね、私。三番手でバータリーゴを歌わせていただきましたね。懐かしい。はい。<laughs> 全曲。時間かかりそうって書かれてる。まあ、でもね。そう、これを。はるか、この解説を、皆さんと一緒に。 したくて解説っていうか聞いてもらえたらなぁと思ってちょっとねお家で夜配信しようと思ってゆっくりこっちの方ができるなぁと思ってそう時間を遅くさせてもらいました全曲はるちゃんセンターかと思ったそれでもいいけどいやそれはね6期生の冠ライブやのに何さだのずっとおんねんってなりますよ <laughs> なるよ 全部聞くって感じで優しい。<laughs> ぜひ聞かせて。えまた止まった。なんでな。なんかおかしい。縦になったりするし。何？なんですか。止まってる。また止まってる？止まってますか？なんでなん。んこれ。何？動いてる。あ向きが変わっただけ。 それならいいんですけど <laughs> よかったよかった戻ったよかったよかったまあとりあえず1曲目はそんな感じはいで次2曲目「サステナブル」これも AKB さんの曲なんですけれども「サステナブル」ですこれは これもまた歌詞、うん、これも意外やったって書いてある、まあ、確かにね「サステナブル」も歌詞でなんかあこれはファンの方に対する気持ちもあって <laughs> まあね今こうやって来てくださって見に来てくださってる方とかはもうずっとね見守ってくださってるんですけど そう劇場に来てくださったりとかずっと、まあ、好きでいてくださってると思うねんけどなんかやっぱりこう「ロッキー」の他のメンバーとかからもよく聞くし、まあ、自分もそう感じる時とかがた時々あってやっぱなんかこうファンの方でも「あこの方いつからか見なくなったな」とかなんかあ「最近会ってないな」とかそういうね 他の方がやっぱりいらっしゃるなと思ってまあもちろんね7期生という後輩もできたからこそそっちにみんなこうね興味がいっちゃうのもわかるし他のメンバーいっぱい素敵なねメンバーいるからあれだと思うんですけどやっぱなんかこうすすごいいい寂しいなってててつもも思うんですよコメントとか見ててもだからこそなんかこうあれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃないみたいな。 どんなことあっても私は変わらないですよっていうのもそうなんか皆さんに伝えたいメッセージの一つというかそうそうね歌詞なんか切ないよねなんかが歌的曲的にはさすごいアップテンポで可愛い感じやけど言ってる内容はすごく切なくてなんかかないって感じやからなんかそう今の6期生 か歌ってなんかこうね少しでもあもう一回6期生ちょっと行ってみようかなとか興味持ってみようかなとか何かね、まあ、個人的に思ってくださる方とかが増えていただけたらいいなっていう気持ちを込めてサステナブルは選びましたそうですね、まあ、離れてったねファンの方に対する気持ちっていうのももちろんやし まあ、あの何、ー、やろこれからもずっと好きでいさせてとか変わらない僕たちは変わらないとかそういうのは今応援してくださってるファンの皆さんにも伝えたいメッセージの一つですそうそう <coughs> って感じかな <laughs> 深い話やった でそうこれの先端はシンシンこと新澤奈央ちゃんだったんですけどなんかこのふりを歌番組でずっと見てて昔昔っていうかあの発売されて歌番組出られてた時に AKB さんのを見てた時になんかこのふりめっちゃシンシンに合うやろうなって思って <laughs> でなんでかこう曲調もちょっとかわいい感じで。 なんかこうアップテンポな感じで「あ絶対しんちゃん似合うやん」と思って「しんしん」にセンターを任せましたこの曲ずっとはるちゃんおっしゃっうわあ嬉しい約束 <laughs> そうこの曲はしんしんに何かか可愛さを出してもらえたらなって思いながらセンターに。 あかわいかったよかったよかったですそうあばっちり合ってたって書いてくれてるかなでもう2曲目はそんな感じですえー、めっちゃ嬉しいハマってたって <laughs> で次3曲目3曲目は NMB からの「らしくない」らしくない この話はメンバーにも伝えたもちろんリハーサルの前に伝えましたなんかカレンタンがそれこそさなんか密着じゃないけどなんかそのはるかが喋ってる動画撮っててめっちゃ恥ずかしいねけど <laughs> メンバーにもちゃんと伝えましたよはるちゃんしか見てなかった武さん嬉しいそれはそれでめちゃめちゃ嬉しいです <laughs> ずっと見てて <laughs> でまあはい、3曲目らしくないこれは NMB の楽曲からなんですけどまあね頭3曲で1曲も NMB がないのも悲しい寂しいなって思ったのもあってで3曲目言ったら頭3曲しかないからね一番盛り上がる曲にしたいなっていうのがあってやっぱらしくないかなって思ったんですよ。なんかこの流れ的に 盛り上がれるようなな NMB の楽曲ってなってたらちょっとやっぱ可愛さがあるような曲がいいなと思って「らしくない」を入れましたで「まあ、らしくない」はまず、まあ、センターが岡本玲奈ちゃん玲奈たんこと岡本玲奈ちゃんなんですけど なんでレナタンを置いたかっていうともうレナタンが一番らしくない似合うやろうと思ったから <laughs> もうねそのままセンターに立ってもらいましたそうなんかね確かねあのー、無観客生誕祭が前あったと思うんですけど去年その時にレナタンが「らしくない」の衣装着てたんですよ それを見た時にはもう「らしくない」めっちゃ似合うやんと思っててずっと前からだから「らしくない」を入れようと思った瞬間にはもうこれレナタンセンターだなって思ってであとは「らしくない」のサビの歌詞に「今までの僕とは違う」ってあるじゃないですか「今までの僕とは違う」ってまさしくレナタンかなってまあみんなそれぞれに昔とは違うけどなんか れなたんってそれこそねウィンクでなんかこうすごいなんてう成長したってすごい言われてるじゃないですか結菜からもずっと聞いてたからあやっぱ今までのレナタンと違うなって <laughs> 思ったからその歌詞とレナタンを照らし合わせて見たいと思ってレナタンをセンターにしました人生すごすぎん田渕さんえー、嬉しい <laughs> そうめっちゃ考えたよあややちゃん。<laughs>「意味深」って書いてくれて嬉しいそうほんでこれはねちょっとね「<laughs> らしくない」だけはに、まあ「らしくない」だけじゃないな「らしくないは」は2番手3番手にもこだわったんですよ <laughs> めっちゃこだわった普通なら普通っていうかこの曲調を考えた時に レナタンセンター置いたら、まあ、2番手3番手は「シンシンカレンタン」あたりかなって最初思ってんなんか似合うじゃないですかそういうああいう系の曲ロッキーの中で似合う3人はその子3人かなって思ったんやけどわざとわざと出口先生と勝負先生にしたんですよ。<laughs> それは タイトル曲名が「らしくない」から <laughs> それももう本人たちに言ってんけどもう本人たち「イエーイ!」とか言って「頑張ります!」とか言って笑いながら言っとったけどそうあえて「そうなんですらしくない」って言ってんねんから「らしく言ってしまったら面白くないな」と思ってそうなんかこう「えここの二人意外やな」ってなるところに 欲しいなと思ってそ <laughs> そうそこまで考えまししたらしくないはそうレナタンでらしく言ってるからこそ2番手3番手はらしくないっていうのをちゃんといかないとと思ってそこ2人に23番手を任せましたレナタンをね隣で支えてもらってそうめっちゃ計算しましたとか <laughs> 計算っていうか <laughs> めっちゃ考えた。最初は普通に カレンかなって思ったけどいや違うなと思ってそこに2人を置きました <laughs> そうそこでらしくないを出したんですよ笑,笑ってました <laughs> そうかなって感じです <laughs> そんな感じかな頭3曲はそんな感じでまあ衣装はね ハステルっていう8周年ライブの新衣装をの時の新衣装を着させてもらったんですけどまあ言ったら8周年ライブって6期生が初めて出演させてもらった NMB48 の大きいライブでそうだからなんかすごい感慨深いものがあるし言ったらねまあ今日はそのみんな自分の衣装だったわけじゃないんですけど違う 衣装の子もいたんだけどはるかとかもアンチュさんの着させてもらったりとかしてて違う衣装だったりもしたんやけど初めて自分の名前がついたライブ衣装っていうのがあの衣装なんですよ。パステル衣装やったからこそそれを着たいなと思って今回曲調、まあ、にもすごい合ってるなって思ったしそうそうあの衣装にしました。 解説聞くとさらに楽ししめそう、えー、嬉しいもう一回是非アーカイブ出たら見てくださいこの <laughs> ねかかいんかんかんんん解説 <laughs> 解説をそう思い出しながらそう思い入れのそうそうそう衣装だったので。 それを本当はねなんかもしかしたらオープニングも私服じゃないとダメかもしれないっていう話が出たんですけどもうそこをなんとかって <laughs> めっちゃお願いしてしたら貸していただけましたもう本当にわがままいっぱい聞いていただいて感謝しかないです本当にありがたいかなまあそんな そんな思いのこもった頭3曲でした <laughs> そこをなんとかって言いましたよもうそういや貸してもらえてほんまによかったほんまによかったです貸していただけてありがたいで、まあ、次次ユニット曲ですねユニットコーナーが始まるんですけれどもまず1曲目ユニット 1>, 1曲目は隣隣ののババナナです隣のバナナです、まあ、これは曲の意味とかいうよりどのメンバーを見たいかなって考えたんですよユニットは。どの曲を見たいかなじゃなくてどのメンバーの組み合わせを見たいかなって思って。 もうレナタンとユイナ2人この2人は絶対に見たたかったです、ね、この人まああのそれこそ MC でも言ってたかもしれないんですけど、まあ、2人ともウィンクじゃないですかでユイナはウィンクのリーダーをしていてで、まあ、同期としてレナタンもユイナについていって頑張ってるのは知ってたけどずっとユイナから。 もうなレナのな成長がすごいねんってずっと聞いてたんですね「ナンバトル」の時から。なんかレナが今までのレナとなんかもう見違えるぐらいなんか大人っぽくなってみたいなことを聞いててなんかすごいなんかパフォーマンス力も上がってとかってユイナから聞いてた時にあなんかユイナお姉ちゃんみたいやなってずっと思ってたから。でもここの2人でやっぱこう ユニットを見たい隣のバナナしかないやんってなって <laughs> そう隣のバナナにしましたね、まあちょっとねあのー、いじられキャラのユイナ <laughs> だからこそより合うんじゃないかなっていうのがあってそう「隣のバナナを」をなんか姉妹みたいな感じを出してもらってちょっとレナタンがユイナをいじるみたいなのがなんかすごい2人に合ってるなと思って。 でそうお店で間違えるな,いなほんまにその話聞いてめっちゃ笑ったんやけど <laughs> めっちゃ笑ったんやけどそうだからぴったりやなと思ってこれは選びましたねそういい選曲やったレナタンがよかったね本当いやいやいや素晴らしいナイスコースやったよあっおさんありがとう見えてたよ 新聞も貸してもらえてよかったいやほんまに新聞貸してもらえてよかったですはい <laughs> で続いてユニット2曲目は「抱きしめられたら」「抱きしめられたら」ですこれはシンシンとカレンタンの2人まあこの2人は 6期生の中で2人ともお互いに自分のグループに同期がいないなんですよシンシンも今ミックスジュースに同期いないしカレンタンもキュンマートでもともと6期生いないってずっと言っててでまあその2人は何かこう。 まあ紳士も MC で言ってたけどなんかテイストが似てるというかなんか6期の中で、まあ、ちょっとセクシーな大人っぽい感じの曲が似合うっていうのはイメージなのはこの2人かなと思ってそうこの2人を選びました。もうリハーサル見ててもあやっぱこの2人 この曲選んでよかったなって思うぐらいほんまによかったです思い描いてた抱きしめられたらでしたそうあのセリの使い方が好きでしたああ嬉うれしいそう椅子にしようかセリを使おうか迷って本家本家っていうか結構公園でやってたのって椅子じゃないですかやけどなんか椅子じゃない方が いいんちゃうかなとか思って <laughs> 今回はセリを使わせてもらいましたでまあ最初で最初は2人ともすごい端っこから始まってサビ前に2人で2人近づいてユニゾンで踊るっていうの一緒にな一緒に踊るっていうのがすごいちょっとこだわりでそう最初から近いんじゃなくて近くで踊ってるんじゃなくて途中で集まって 踊るっていいうのがいいなと思ってそうまあ、隣のバナナのポジションというか構成はちょっと2人に任せたんですけど抱きしめられたらの構成ははるかが考えさせてもらってそうなんですよ。まあ、振り起こしとかね2人がしてやってくれたけどなんかどういうセり使うとか。 ここのポジションで踊ってここで集まるとかここで離れるとか <laughs> そういうのは全部決めさせてもらいましたね抱きしめられたらもいやでもほんまに良かった衣装これもねまあ、隣のバ,バナナもそうなんですけどこれも衣装あの2人で買いに行ってくれたみたいでめちゃめちゃ合ってましたね最高やった素晴らしいねって感じかな でまあ3曲目ユニットコーナー3曲目がエンドロールこれがまあまりんちゃんと私はるちゃんの私春ちゃん <laughs> 私春ちゃんのユニットだったんですけどまあこの2人といえばまあレオパージュで一緒やし。 まあ6期生自分で言うのもちょっとあれなんですけど6期生の中では何かこうおダンス面なのかなと思ってマリンちゃんも,もちろんなんですけどねはるかもまあそこに入れてもらえるかなって思ってそうなんか踊りたいなってそう思ったんですよね。最初か2曲迷ってて サダの勝負のユニットはまあ、マリンちゃんあでもカレンタンとシンシンもやそうそう忘れてたちょっと1個前戻っていいですか <laughs> カレンタンとシンシンも抱きしめられたらか口移しのチョコレートで迷ったんですよそう忘れてたでも局長的にちょっとなんかユニット曲3曲あってちょっと 真ん中はちょっとゆったりした曲がいいなと思って抱きしめられたらにしたんですよねそうちょっとそこを考えますそれもいいやろそうなんですよ <laughs> そうなんですねまぁ、あ、いつか見れる日が来るかなわかんないけど <laughs> そう、でもなんか落ち着いた曲がいいなと思ってこっちにしました でそうそうちょっと戻りますねエンドロールエンドロールの話しますねサダの勝負の話にしますね <laughs> サダの勝負は何で迷ったかっていうとまあえん一つはエンドロール一つはエンドロールなんですけどもう一曲はまあこの間の公演でやりたやってみたいって言ったブルーローズで迷いました実は。 なんかまあ、やりたいっていう気持ちもあるけどやりたいっていう気持ちだけじゃなくてマリンと、まあ、はるかってね言ったらまあ今こう同じグループで頑張ってるからなんかこう感想なんか始まる前こうグータッチとかあるじゃないですかブルーローズ。<laughs> あ,れありますよねグータッチしたりとか何かこう感想とかもなんかねかっこよかったりするじゃないですか。 だからなんかこうマリンちゃんとね二人で黒い真っ黒の衣装衣装っていうかまあ服着てスタンドマイク持って「ありえない」みたいな <laughs> めっちゃ歌,い歌ってるっていうのもすごい想像ついたからうわどっちにしようって悩んだんやけど「ブルーローズ見たかった」ってみんな書いてくれてる悩んだんですけど。 やっぱ踊りやなと思ってエンドロールにしましたやっぱ今見せたいものって言われると踊りだなぁと思ってブルーローズって踊りというより、まあ、表情とか歌い方じゃないですかそう究極、そうめっちゃ究極やったんですあエンドロールは正解って考えてくれて、はいい書いてくれてる嬉しいそう やっぱレオパージュで培ってきたものはダンスなのかなと思いましてエンドロールにしましたそうマリンちゃんもいいやんって言ってくれたからそうエンドロールにしましたねでもこれはほんまにリハーサルの時からすごいなんか 自分でやってて踊ってみててマリンちゃんとなんかすごい行き合うなって全然ねなんかそんんなななに合わせてないんですよなんかここでこうしようかとかあんまなくて一回じゃあ曲でやってみようってパッてやったら結構2人とも合っててシンクロしてたからあいいなと思ってなんかちょっと嬉しかったですリハーサルの時からずっと。 感じかな「エンドロールかっこよかったよ」って書いてくれて嬉しい。嬉しい何回も言うけど何回でも言ってくださいエンドロールは衣装もよかったあねそうえでもねほんまにメイクさんからも衣装さんからもえめっちゃエンドロールの衣装みたいって言っていただきました二人でもう白統一しようっていう話をして白で統一してしましたね なんかすごいそれこそイントロとか感想で一列に並ぶとこがあるんですけどマリンちゃんのね後ろに並んで踊らせてもらってた時もなんかすごいなん,なんて言うんやろもう頼もしい背中やって <laughs> 思いながら見てましたねなんかニヤニヤしちゃいました <laughs> 本当に。 衣装もちょうどマリンちゃんが長ズボンではるかが短パンでとかなんかこうすごいちょうどいいバランスにもなってて <laughs> 腕が4本以上に見えましたよほんまそれだけ存在感2人ともありましたそうかなそれぐらいですかねユニットは。 ユニットもめっちゃ組み合わせ迷ったんですよはるかとシンシンでのキャンディーとかも悩んだしそうマリンとレナでも迷っためっちゃ迷いましたマリレナめっちゃ仲いいじゃないですか だからこそめっちゃ迷ったんですけど「キャンディーイい,いやん」って書いてるほんとそうレナ・マリーでもやっぱりあると思ったそうめっちゃ迷ったんよ最後の最後までユニットの組み合わせとか曲は迷ったんやけど今回はやっぱりこう何を 見せたいかっていうその重要視のところをちょっと考えて何を見せたいかっていうのを考えてこのユニットの組み合わせで楽曲にしました。ハハルルリリンンススああるかと思ってたあーハルリンスはね もうね散々ハルリンス冠ライブとかもやってるしまあ多分またいずれやるんじゃないかなって結菜もめっちゃやりたいやりたいって金子さんに <laughs> 直談判してるんですよずっと <laughs> だからまたあるんじゃないかなって思ってるからこそもうここではハルリンスは絶対なしにしようかなと思ってたなんかやっぱ珍しいというかねなんか普段と 普段と違うって言ったら違うけどなんて言ったらいいんやろうーんなんかちょっと違う感じを見せたかったかな「ハルリンスはいつでも見れそうかいやそうそれなんよほんまに <laughs> それなんですそうそうそう「ハルリンス見に行く絶対のおじさんマジ全然何も考えてないけど <laughs> かなそう 感じですかね。まあユニット曲も。そんな感じで、まあ言ってしまえば。成長、ここも見せたかった。ここは成長かな。成長を見せたかったですね。六期生の。感じかな。で。次。<laughs> ちょい外してくるのがいいよね。本当。外してますか。<laughs> 無意識に。 うん。ではでは続いて後半曲、後半曲ですね。後半曲はまず一曲目がパンパンパ,パパパンです。パンパンパパパン。これはまあそれこそさっき言ったように絶対に一人一回はセンターを作りたかったから。 誰にどの曲が似合うかっていうのを考えて,て考えたんですよ最初にその時にイナセンター何が似合うかなって思った時にやっぱチーム M の楽曲なんですよねイナはイナが似合う楽曲ってで悩んだのが、まあ、パンパンパ,パパパンと真正面で 悩みました真正面知ってるかな「い,いそのことなくなればいい自分の夢」みたいななんかの時に歌ってたな「新春特別公演」かなんかでチーム M さんが前に歌われてましたね真正面好きそうたさんああはるかもめっちゃ好きいい曲よねあーみんな知ってるやっぱさすがいいよな そう真正面と迷ってん何か、まあ、言ってしまえばこう結菜って、まあ、ちょっとおちゃらけてムードメーカー的存在やからまあイメージをそのままでいくとパンパンパパパ,パンなんですよそのままでいくとねでもそれこそ逆にいつもと違う結菜を見せた方がいいのかなって思った時に真正面 がポンと浮かんだんんだですよねなんかユイナのあの力強い踊りと真正面だったらすごい合うんじゃないかなと思って真正面とも迷ったんやけどこれはこの2曲ではちょっとはるかではあの決めきれなかったんですねどっちもいいなと思ったからだからもうこれはもうユイナに直接聞きました。 ユイナどっちしたいって <laughs> パンパンパパパ,パンか真、まあ、正面で悩んでんねんけどユイナどっちしたいって聞いたら「えうちアイドル最高を言いたい」って言うから <laughs> じゃあもうパンパンパパパ,パンにしようってなってそこが決めてらしいですユイナはそう即答してくれたそうなんですだからパンパンパ,パパパンにしました まあでもやっっぱ似合ってたなぁリハーサル見ててもずっと思ってましたやっぱ似合ってるアイドル最高が <laughs> ねさその前の最最最,最高の「アイアイアイドルです」もう優位な一人で言うっていうのがはるかのこだわりポジション的にはそうなんか本当は本当折り目は3人ぐらいで言って 最後の「アイドル最高」だけミるさんが1人で言うみたいな感じやねんけど今回は、まあ、6人しかもいないしまあ1人ずつセンターでこう目立てるように作ってるからこそもう結菜が1人で言ってってお願いしてそうユイナにもうそこからずっと1人でやってもらいましただからユイナがおってその後ろにみんなで1列で並んでこれ,こ,これをするっていう。<laughs> すごいシュールな絵やったと思うんですけど <laughs> それはそれで面白いかなと思ってそうやりましたかな、まあ、パンパンパパパ,パンそんな感じで結衣ならしさが出てたんじゃないかなってえある意味面白かったやろせやんなシュールやんなそう 思いましためっちゃ気分良さそうだったって書かれてる <laughs> おもろい <laughs> 赤い目でチェックしますねその気分良さそうないなの顔を <laughs> いや本当に似合ってましたねはいで次後半2曲目2曲目は欲望者これはもうマリンちゃんセンター勝負マリンちゃんのセンター 個人的にマリンちゃんの感想のソロぶりが見たかった見たかったっていうかやってほしかったって感じかな <laughs> これはやっぱ欲望者といえばダンスじゃないですかあのかっこいいでまあ空港公演でもはるかはさし踊らせてもらってるけど多分マリンちゃんすごい曲も 似合ううだろうなって声も欲望ものに合うだろうなーって思ってダンスももちろんだけどだからマリンは欲望ものだなってなりましたね欲望ものは絶対入ると思ってた嘘ーすごいまあでも欲望もの あ,あ、書いてくれてる。空報公演とポジション、ポジを一緒なんかな。そう。空報公演に、まあ、レナタンはね、ちょっとあの、カレンタンとチヒーさんポジのアンダーでかぶってるから、ちょっとレナタンには今回はちょっと違うポジションを覚えてもらったんですけど、まあ、はるかとユイナとカレンタンは空報公演にの時のポジションと一緒です。歌割り。ユイナはいつも、 ケイトちゃんのアンダーで出ることが多いから2番2人目の歌割り「傷つかない諦め方を」のところを言うのででこの遥とちひさんぽじのカレンタンは次の「う誰かのことを愛して」をいつも歌ってるからもうそのまま置いて。 そこ基準でちょっと考えさせてもらったって感じかなもの、うん。って感じですかねでまあポジションもはるかが書いたんですけどその時になんかこう何て言うんやろ空港公演のポジションを 基本軸として書いたんですけど空母公演の1サビはなんかこう広がってみんなで踊るんだけど2サビの方をちょっと撮らせてもらって三角形の感じでサビを踊らせてもらいましたね。って感じかな。でも感想の振りもめっちゃかっこよかった。 後ろでこうあの踊っててちょっとにやけちゃうぐらい <laughs> かっこよく仕上げてくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいですでまあ欲望のを選んだのはまあ、マリンに似合うからっていうのももちろんだしあとは6期生はなんかこうなんて言うんやろみんなすごいやる気も熱意もあるんですけど まあそれこそ MC で言ったように陰キャというか <laughs> なんかこう何て言うんやろにだからなんかあんまりこうガツガツ行くタイプじゃないかもしれんなって自分自身もねそっちタイプかもしれないって思った時に「いや迷わずに手を伸ばせ」っていう歌詞が。 今の自分たちにはすごい必要なものなのかなと思って欲望ものを選びました、まあ、欲望ものにみんなで6人でなろうっていう気持ちを込めての欲望ものかなそう深いそうなんですよって感じかななんか自分たちに言い聞かせてるじゃないけど 希望者になれっていう気持ちを込めて選びました <laughs> 曲のチョイスが天才すぎほんまほんとですか嬉しい感じかなそうここもまた歌詞ともなんかこうリンクさせましたね感じかなで次、えー、後半 コーナーのラスト3曲目は「夢に色がない理由」です。本編ラストの曲かな。「夢に色がない理由」。これは夢色は絶対入れたかったんですよ。夢は逃げない公演で本編ラストにやってた「夢に色がない理由」はやっぱすごい思い入れの曲でもあるしすごい歌詞も。 いい歌やなってずっと思っててずと思たたから絶対に入れたくてで大好きそうほんでまあどこに入れようってなった時にアンコールの2曲目と迷ったんやけどまあ本編ラスト言ったら「夢は逃げない」公演で本編ラストの曲やったからここで本編ラストに持ってきたらエモいかなって。 思っっててここに持ってきましたなんか全然言ってしまえば最初からここまで「夢逃げ」の曲を1曲も入れてないんですよ言ってしまうと。だからこそ本編ラストに「夢逃げ」の中からの曲を入れることによってなんかこう照らし合わせれる部分もあるだろうし成長した部分も見れるだろうし。 なんかエモさが急にグッとくるかなあみんなエモかったって書いてくれてる嬉しいそうそこをちょっと考えて「夢に色がない理由」にしましたでこれのセンターはカレンタンこと原カレンちゃんですカレンタンはねなんか まあ、今日もそれこそはるかが行ったらもうカレンタンがいて一人で練習しててで昨日とかもキュンマートの公演の昼夜公演の間にリハ来てくれたりとかすごい、まあ、みんなも知ってる通りなんて言うんやろ頑張り屋さんっていうかすごい頑張り屋さんやからなんかこうなんて言うんやろうなそういうなんて言ったらいいんやろうな。 なんか夢に向かってじゃないけどなんかそういう感じのイメージがはるかの中ですごいあったからカレンタン,にセンタタにセーを任せましたそうあとカレンタンの手足の長さが生きる曲だなとも思ってなんかちょっとバレエっぽいなんか振りがあったりとか言ったらこうサビとかね横に手こうやって。 踊るフリじゃないですかだからこそカレンタンがセンターに立つと入るんじゃないかなって思ってそうまあそれこそね新選組の時にも多分カレンタンセンターで歌ってたと思うんですけどちょっとグループ違うかったねんけどるかはそうだから今回もちょっとカレンタンにセンターをお任せしましたあそれ思ったおう嬉しいそうそうそう すごいいい感じだったかなって思いますかなはいって感じな後半曲でした <laughs> って感じな後半曲でしたで、まあ、これの衣装はフラッグチェックっていうまあ結構ライブとかでも着てるし今ウィンクのアンコールとかそれこそキュンマートの衣装でも 着てると思う何で,で,でこれにしたかったかっていうと6期生6人それぞれカラーがあるからそのカラーを衣装に取り入れたいなと思ってこれもまたね衣装さんにわがままになっちゃうんですけどあのそれぞれの色で上下合わせてウィンクがね今やってると思うねんけどそれを見てあめっちゃいいやんってずっとウィンクの思ってたからちょっとウィンクさんから。<laughs> ちょっとねパクらせてもらって今回フラッグチェックの衣装をそれぞれのカラーに統一しました担当カラー良かったゆりにさんえー、嬉しいありがとうすごいなんかちょうどねみんなかぶってないんですよ担当カラーが6人とも本当にたまたまだからすごいちょうどいいなと思ってそうあの衣装に。 だからみんな多分全然自分の衣装じゃないんですけど上下合わせてもらったりしてるからそ,うあそれこそ空港公演でも来てますねアンコールでそう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 あの衣装のもう上下の色の統一をしました、ね、いつもは違うんですよかはるかとかやったら自分の衣装やったら上がお上が赤でスカートがオレンジとか まあ鉄砲体で着させてもらってるのは上が黄色で下がピンクとかなんか本当はそういう本来はそういうなんかバラバラのカラーの衣装なんやけど今回はちょっと「お願いします」ってお願いしてそれぞれ上下色を合わせてもらいましたそこがこだわりかなって感じですね はちゃんんやっぱりオレンジパパナキさんもちろんオレンジですよ。<laughs> って感じかな。はい、そう本当は上下バラバラなんですよ色がそう。いっぱいお願いしてそう本当に打ち合わせの時に「こここれでお願いしていいですか?」とか「こっちでいいですか?」とかいろいろねちょっと相談させていただいていっぱいちょっとわがまま聞いていただいたんですけどでもそれだけやっぱこだわって。 作ららせててもっったっていうのがあるので、ね、でまあアンコールアンコールの映像はまあさっき話したような感じですねあの有某有名な大陸の密着のねやつですよ <laughs> 色かぶりないのってすごい偶然やねえほんまにそれ思う自分たちでもびっくりしてるほんとに まあアンコールの衣装はアンコールの映像はそんな感じでそうかなぁ編集もちょっと自分でさせてもらってって感じかなまあみんなにすごい協力してスムーズに撮れただから結構結構っていうかみんなあれワンテイクしか撮ってないですみんな撮り直しはなかった そうって感じかな映像はそんな感じ <laughs> 6期生みんな名女優やなってもらってなほんまにみんななんかちょっとな何かみんなうんとか <laughs> そうですねとか <laughs> そうえっことちゃんもねそう NG なかって1回で全バレ 録音しててくれて本当にありがたたかったですそうみんな NG なかったちなみにデグマッチョもあのワンテイクだけです <laughs> そうかなって感じかなはい結構長くなっちゃったよねあの映像4分半ぐらいあったんですよ <laughs> ちょっとねみんなそれぞれにいい感じの味出してくれたからそう きれなかったです。<laughs> そう、デグマッチョだけちょっと切らせてもらいました。<laughs> そう。ちなみに、そうあの反応がテイクツだったら笑うって書いてくれてんだんけど、ちなみにユイナにはほんまにデグマッチョやってほしいっていうのを言わずにあれ取りました。<laughs> だからユイナにはリーダーとリーダー六期生の存在とはっていうのを聞いて。 なんか子供かのようなみたいなのちょっと意味分からんこと言ってなんかドーナツ食べたじゃないですか一口でそれでもう止めたんですよ動画一旦ポチって止めて「はいじゃあユイナオッ OK です」「OK なんやけどちょっと一回ドーナツちょっと置いてもらっていい?」って言って「えっ何このまま食べたらあかんの?」って言ってるぐらいからポチってもう一回押して「では出口さん」<laughs> では出口さん最後に持ちネタをお願いしますって言ってのあれです本当に知らなかったデグマッチョです <laughs> いたずらしてしまいましたなんかほんまに素の素のユイナのえっていう反応を取りたくてそうほんまに何も言わずに急に取りましたはるか <laughs> それも考えとったんやけどそうほんまにも動画やめたかと思ったらまたすぐ取り出すっていう演技じゃないんですよあれ本当の本当に驚いてるユイナです <laughs> 驚いてそのままデグマッチョをゴリマッチョしてくれた出口ユイナさんですあれはそう <laughs> どんな感じかめっちゃ気になる嘘またその動画もねはるかの携帯にあるんで 出せたらいいなって思うんですけどそ,うそんな感じかな素晴らしいプロデューサーやなって思ってたほんまそこにもいい感じの出せてますか <laughs> それはそんな感じで撮ったかなだから面白かったのかな <laughs> そ,うそういう空気にならずにそれをやってもらったんですよねそう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 いうことです <laughs>、はい じゃあ,まあアンコールいきましょうか曲の方にね続いてアンコール1曲目これはまあチーム B 推しという名の6期生推しです <laughs> はい6期生推しを選びましたこれはさっきねゆいなの配信にちょっとお邪魔した時にもちょこっとお話ししたんやけどオネストマンと迷ったんですよ なんか映像終わってじゃん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 で出てくるのもめっちゃいいなって思ったんやけどオネストマン結構いろんなところでやってるじゃないですか最近それこそ新選組公演でもやったし10周年ライブかなでもドラさんロッキーでやったしなんか結構ねなんかしらよくやっててそうなんか。 まあ、エモいのはエモいもちろんエモいけど今回はちょっと違うのにしたいかなってそう最近ねよく見るよなそうって思ったからちょっと違うのにしようと思ってチーム B 推しを6期生推しに題して変えましたそうからそれこそその今回の6期生冠公演のコンセプトとしてはるかが 思い描い描たのはのはそねまあ、センターを1人ずつ作ってみんなの見せ場があるようにしたいっていうのもそこ,そこなんですけど一人一人がこう目立てるようなこうみんなにもっと知ってもらえるような公演にしたいっていうのがあったからこそなんかチーム B を知ってね一人ずつこう言ったり紹介してなんかこう一人なんて言うんやろ何て言うんですかねアピール 言言葉みたいいななの言うじゃないですかだからちょうどいいやんと思ってコンセプトにめちゃめちゃ合ってるじゃんと思って今回この曲を選びましたあとなんかロッキーのわちゃわちゃ感をここで出せたらなと思ってそれまで結構なんか全部ちゃんと踊る感じやったからそうロッキー背押しではっちゃけれたらなと。 今回は1人2つあった、ね、そうもうね 6, 6人しかいなくて <laughs> 少なすぎてそうちょっとこれはあのー、そう打ち合わせの時に舞台監督さんに相談させてもらった時に1人2回しちゃったらって言っていただいてもう1人2回にしましたそうロッキーの個性爆発してた「ほんまーよかった!」 そうみんなねちゃんと2つ自分のアピール言葉があってさすがやなって思ってすごい楽しかったアイコンタクトもやっぱ一番取れた楽曲やったかなと思ってやっぱこれにして正解だったなって思いましたすごくよかったでこれはこの曲は競りにもこだわって。 競りをねちょっと階段状にしてもらったんですけどそうなんか1曲は、まあ、ユニットでね抱きしめられたら、ね、使ってるけど全員曲で1曲ぐらいは競り使いたいなと思って競り使える曲って言ったらここかなって思ってでどういう形に競りを上げてもらうかっていうのもすごい悩んだんやけど。 階段上にして6期生がこうハの字に並んでそっから一人ずつセンターに行くっていうなんか想像した時にあこれやったら一番目立てるかもとかなんかこうみんなの顔がちゃんとどこの立ち位置に行っても見れるな見えるなって思ってセリは階段状にししてもらいました最初は逆にみんなが下にいて。 あなた今日でなんとか推しいの時にセりの一番上に上がってセンターでなんかやろうって思ったんやけどなんか元々のチーム B 推しが半円になってセンターに1人ずつ出ていくみたいな感じの映像やったからそっちにしようかなと思ってちょっと今回はセりにみんなが乗った状態で1人ずつ自分の番になったら一番下まで降りて帰っていくみたいな <laughs> そんな感じに。 ししましたねせりまで考えてるよねそうセリまで構成もね全部冠ライブはね自分たちで考えるんで、まあ、今回はプロデュースなのではるかがもう全部一人で考えさせてもらいましたそうだからせりにもこだわったかなうんアピールはそれぞれが考えたのふうにさんアピールはもうみんなに 言いたい言葉2つ言ってくださいって言って考えてもらったまあみんななんかそう予想してたものって感じやったけどやっぱそれはねみんなのカラーがあっていいことだなって思いました全部全部はるちゃん考えてるのにそうです今回はもうほんまに本気で全部考えさせてもらった。 まあ6期生推しはそんな感じです。で次は、えー、アンコール2曲目が、えー、さっき話にも出たけど全ては途中経過あアピールの言う順番ってアピールの言う順番は50音です。<laughs> これは序列とかじゃなくて50音そう。 でてなったん、岡本貞の。勝負、新沢出口原の。五十音でした。五十音ですね。かな。はい。で、えっと、二曲目、アンコール二曲目の。すべては途中経過。これは。これもなんか入れたかったんですよね。これもなんか入れたかった、ね。で <laughs> これも入れたくって、まあ、さっきも話しちゃったけど、まあ、MC でも言ったようにそれぞれのグループでそれぞれに成長してそれが集まった時に6期生はどんな感じになるんだろうっていうのが見たくて、まあ、カレンタンには本当ちょっと申し訳なかったんやけどキュンマートやからでもカレンタンもまたぎでね結構レオパオとかも出てくれたりしたし。 そうあのー「超絶かわいい」とかにも出てるしで「フロンティア」も出たかなたぎで出てくれてるからまあやったことあるのはあるからちょっと入れさせてもらって大阪魂公演の中から一曲全ては途中経過を選ばせてもらってそうでこれほんまにでもたまたまやねんけどちょうど、まあ「キュンマートのカレンタン」以外は。 ジジポジなんですよ <laughs> 言ったらジポジなのもうみんな気づいてたかな、まあ、これもねほんともうおこがましく選定をさせてもらったんですけどまあはるかはねレオパージュで歌い出しさせてもらっててでまあシンシンが今2番手かなそうほんまにたまたま自分でもびっくりしてん 本当にたまたままでジポジポと思ってこれはジポジでやるしかないやろと思ってもうそのまま当て込ませてもらったんやけどそうだから歌割りもポジションもまあポジションはね本当は8人でいつもやってるから若干番号とかは違うけど大体は同じなんですよ。でマリンが両パで3番手で歌っててで4番手がいなかったんですよね6期生。 4番手がいなかったからカレンにちょっと4番手に入ってもらってで結菜がジュポジーウィンクで5番手でレナタンがウィンクでジュポジー6番手の歌割りのところやったからめっちゃちょうどいいやと思ってそうめっちゃ奇跡起きた本当にねいっぱい今回奇跡が起きた公演でしたそうだから全ては途中経過の。 まあ、序列はそんな感じで決めたかな,なかすごいなんかあ6期生で大阪魂の公演やったらどんな感じなんやろっていうのがすごいなんか思ったかな途中経過はまあこんな感じっていうのが分かったけど6期生で大阪魂公演一通りやってみたらどんな感じなんやろっていうなんかちょっとなんかこうね想像にもなった <laughs>。 そうまあでも歌詞もねそれこそ「まだまだ先は長い走り続けろ」っていうのが、まあ、6期生まだ6人もう6人になっちゃったけど、まあ、まだまだ6人で頑張ろうっていうね感じかな3年経ったまあ早いとも思うしまあ3年っていうのもあるけどちょっと語彙力ないでもなんかねまだまだ。 は長いなぁ、長いんかなぁとか思ってこの曲を選びました。ファンの皆さんもね結構好きな方多いんじゃないかなって思いますこの曲。これからがますます楽しみ、えー、嬉しいありがとうございます。どんなマイナスも途中切りいやほんまに歌詞いいよな、歌詞グッとくるよなほんまに。 素敵 <laughs> めっちゃいいよねあ大好きですってさんえー、いいよな大阪魂で完全に好きだと分かるはるかもそうやった歌詞がいいよなほんまにほんまにほんまにそれですてな感じで全ては途中経過を選びましたまあ美推しでね 6期生推しで結構こうワチャワチャしたんで <laughs> ここはちょっと雰囲気を変えてちょっとこう、ま、真面目にじゃないけどこれを選びましたかなまあミルさんが卒業されて6期生がねもっと引っ張っていけるような存在になりたいなっていう気持ちも込めてこの歌にしましたはいで 次こうじゃあやろうってなってどうするどうするってなったら結局どうするって止まっちゃってなかなかこうね進めないんですよねそれこそ気が使える <laughs> いい意味でも悪い意味でも気が使える六期生やからこそどうするどうするえどうするで終わっちゃうからなんかそれやったら結局また前に進めへんなって思ってたのが んでなんかこう密かにメンバーにはまだ言わずにもし自分が6期生をプロデュース公演できるとしたらどんな瀬トりにするかなっていうのをひっそりと考えてたんですよ。もう誰ににも言わずにでああこんなんできたらいいなって思ってた時にこの間の次世代ライブで、まあ、6期生代表で話して。 欲しいっていうふうにまあ大人の方に言っていただいて話をさせてもらった時にこれからの6期生に期待させてくださいしてくださいって自分がね言わせてもらったからにはやっぱりこれは動かないといけない時なんじゃないかって思ってちょっとね最初は怖かったんですよなんかメンバーに言うのもなんか。 はるかがプロデュースしてていいって言った時に「えっはるかプロデュース?」ってうーんってなっちゃうんじゃないかって正直ちょっと怖くてなかなか言えへんかったんやけどその次世代ライブのそのね 言葉にしてし,したからにはやっぱ自分からこうね恐れていたら駄目だなと思ってメンバーに言ったらもう全くそんな感じもなくもうそこもねほんまに感謝なんですけど「えいいやん!」みたいなえ「やってくれんの?」ぐらいの感じやって <laughs> そう有言実行をねしたいしたかったしたいタイプだからこそそう、6期生に言ったらみんな乗り気で。 やろうやろうって感じやったからそうまあねそうプロデュースさせてって言ったからにはもうほんまに全部全てをはるかがだからそれこそポジションも本当ははんかマネージャーさんにお願いしますって言ってできたのかもしれないけど自分がプロデュースするからにはポジション表まで自分で書きたいって思ったし。 まあ「カンムリーライブの石の上にも3年」っていうタイトルとか構成とか衣装とかそういう部分までもう自分で全部考えてみんなにやってもらいたいなって思って今回はこういう風な形でさせてもらいましただから本当に何か自分からやりたいって一緒にやってほしいって 言ってよかっっっててかたたなすごい思ったしリハ期間中もみんなもほんまに今日終わってからも言ってくれたんやけどほんまになんか「えこれからリハなくなるの寂しくない?」っていうぐらいほんまに楽しくてなんか改めて6期生最高やなって思えたので本当に今回は勇気を出して発言してよかったなって思いました。<laughs> って感じかなーすごいめっちゃ語った,ったらあと9分ではるか勝手に配信切れますよねこれやばいやばいって感じですねはい本当にでもあの皆さんも温かく見守ってくださって本当にありがとうございましたでも今日もねすごいオレンジの生タンティーとかペンライトもね多くて。 『ゼータンティーね』ね来てくださってた方お揃いもねできて嬉しかったんですけどいや本当に皆さんがね見守ってくださってるからこそ今日遥かたちはすごいのびのびと楽しんでできたと思うし本当に感謝の気持ちででいいっぱいです本当にありがとにもうはるかはねもうやりきったのでもういろんな意味で今日一日をやりきったっていうのもあるし。 なんか今までの準備期間もすごいやりきったって自分で思えるぐらい今回全力を尽くしたのでもう悔いはないです今回のこの冠ライブになのであとはアーカイブ配信を見るだけかな <laughs> 本当にありがとうございました配信でね見守ってくださってた方もすごいあのコメントで感想をくださってて本当に嬉しかったですまだね あのブログもさっきも送ってるんでよかったらぜひコメントいただけると嬉しいです本当にありがとうございましたもうメンバーにも感謝ですね本当についてきてくれて一緒に頑張ってくれて感謝です <laughs> ではではそろそろ「このショールーム素晴らしかったです」書いてくれて「ええー、ありがとう」もうダラダラと喋ってしまって申し訳ないんですけどではね ランキングを読みたいと思います。十三位、シムさん、ありがとうございます。ちょ、じじじ、待って、ちょ、じじじ、最近やってなかったから、忘れてたけど。はるか、今、お家なので <laughs>。お家なので、じゃん。一位の方とラッキーさんに、はるかから感謝の気持ちをプレゼントということで。久々ですね。最近、向こうでやってたから、言葉のプレゼント。させていただきます。はい。めっちゃ久々になっちゃったけど。 と、はい、ということでランキンキグを読みますきますす行き13位、シムさんありがとうございます。12位、スノーマンさんありがとうございます。11位、ヒデさんありがとうございます。10位、あややちゃんありがとうございます。9位、たけそうありがとうございます。8位、シュートありがとうございます。7位、いちゃんありがとうございます。6位、末ゑひろさんありがとうございます。5位、ひろきさんありがとうございます。4位、コロワンさんありがとうございます。 ガーシュベルさんありがとうございます2位ヒロゾウさんありがとうございますそして1位が中村さんですありがとうございますタワーまで中村さんありがとうございますそれでは早速久々のラッキーさん引きます今日のラッキーさんはこの方じゃーんお11位ヒデさんいますか りれいさん。いるかな。二 <laughs> 倍速でオッケーじゃん、うん。ちょっとちょっとね。ちょっとペースアップ。いますかね。いるかな。<laughs> はるかコメント見落としてますか。 あさんいたおめでとうございます少々お待ちくださいいやーめっちゃ語ったなめっちゃ語りましたね今日は <laughs> はいということで今日のラッキーさんはヒデさんでーすありがとうあ二2番でって書いてくれてる優しいありがとうではでは2番でいきますじゃあ傘持っていただいて <laughs> 行きますひでさんあいあいがさよねひでさんの隣はこれからもずっと遥かだけやけんね約束はいひでさんありがとうございますありがとうもう急いでるからって先に本当にお優しいありがとうございます <laughs> そして今日1位の中村さんありがとうございます劇場でも見てくださって ありがとうございます。ではでは。中村さん、何番がいいですか。今博多弁フェス。フェアしてるんですよ。フェアしてる。<laughs> 博多弁。何番にしましょう。笑,笑ってきて。<laughs> <laughs> 使い方間違ってるっ間違ってるかも部屋の <laughs> ちょっと言ってみただけ1番おけまるです1番でいきましょうではではいきますなあなあ中村さんもう一回なあなあ中村さんなして今日冷たかと二人っきりなんやけん もっとこっちにキンシャイはいありがとうございますありがとう春活もねまだ出してないですね今日ちょっと12時超えて出すと思います <laughs> 本当に本当にありがとうございました皆さんたくさん語らせていただいてもうね本当に今回思いの詰まった公演でこの6人でできて すごい幸せやったしみんなに見守っていただいてる中でできたこともすごく幸せでした。本当にありがとうございました。わゆっくり休んでねありがとう。ゆっくり寝ます。<laughs> ほんまにでもみんな協力してくれてすごい感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。ショールームもね長い時間付き合ってくださって本当にありがとう。やばい、止まった。 また充電がないね、はるかもちょっとこのあとアーカイブ見て余韻にまだまだ浸ろうと思います <laughs> 本当に皆さんありがとうございましたはるかつもちょっとダッシュで載せます待っててあと今日の写真もいっぱいあの明日とかにもね載せるんで待っててください本当にありがとうございましたみんなもゆっくり寝てねおやすみなさーい